はい、こんばんは。つがです。速報なんですけど、安倍総理がま全国にま緊急事態宣言をま発令したっていうことでまあなってるんですけどまあ、13。都道府県にはなんか特定警戒都道府県に <laughs> ってなってるんですね。まあ、安倍総理は16日まあ、夜まあ、新たにま40道府県に対して。 緊急事態宣言をま発令した期間はすでに対象となっている東京都など七都府県と同じ5月6日までなってるんですね。まあ、さらに北海道、茨城、茨城でいいですよね、茨城、石川、岐阜、愛知、京都の六道府県と七都府県と合わせて 特定警戒ごめんなさいね特定警戒都道府県にしてゴールデンウィークに向けて地域の移動を極力抑えること大規模イベントを呼び込まないようにすること県外への移動を控えることを 呼びかけるよう要請するとまあ安倍総理がまあそういう風に言ってたみたいなんですね。はい、まあ僕が <laughs> あのまあ緊急事態政権のあのことでまあ北海道から沖縄に出すべきって動画で出したんですね。はい、まあ出す出してあれですね、出してよかったっていうかあの出すべきなんですけど。 その通りその通りっていうかその通りになったっていうかまさかあの緊急事態制限が全国に出ると思わなかったんですねはいはいまあそれでそういえば昭和のかずさんがあの僕が緊急事態制限全国に出すべきって まあ言ってたことについて、まあ、そんなみたいなことをね、動画出してましたね、昭和の和也さん、動画で取り上げてくれてありがとうございます。<laughs> はい。まて、あ、なわけで、今回は、緊急事態宣言が全国に、まあ、発令になったことについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。では、失礼します。